モードAののりです。今日は3月3日ひな祭りです。イエーイ。はい、いつものごとくひな祭りとは、ひな祭りとは日本においておなごの女子たち健やかな成長を祈る節句の年中行事。ひな人形に桜や橘、桃の花などの木々を飾り、ひなあられやひし餅などを備え、白酒やちらし寿司などの飲食を楽しむ節句祭りである。皆さん、お祭り楽しんでますか？今日ちょっと銀座にまつげをつけに行って、その帰りに三越のデパ地下に寄って、桜シリーズ、ひな祭りシリーズをいろいろ見てきました。もうね、盛り上がってました。で、そこで自分で買ってきたんですけど、ひな祭りの何かを買いたいなと思って選んできました。それがこちら、じゃーん。まだ開けていないという。今回はいろいろ可愛いケーキがいっぱいあったんですけど、特にお気に入りだったやつを選びました。これ見るかな。モロゾフといえばプリンなんですけど、このシーズンでケーキを出すらしいです。テレビでもね、紹介されたものもあったみたいで、私が選んだのはテレビで紹介はされてなかったんですが、味はこれは抜群に美味しいですとお姉さんが言ってたので、私はそもそもそれに決めていってですね。ではオープン。見えますかね。こちらを選びました。さっきひな祭りのお話したんですけど、備えるのにひし餅っていう和菓子があるんですけど、これひし餅ですね。見た目がもちろん中はケーキなんですけど、見えます、この色鮮やかな。ちょっとね、2人で食べるには大きいから悩んだんですけど、まあひな祭りだし、祭りだしということで、この鮮やかな、うわー美味しそうを選びました。うわー、このひし餅の色合い、スポンジケーキがしっとりしててすっごい美味しいって言ってました。そして見えますでしょうか、金箔があしらわれております。美味しく食べたいと思います。そして今日はもう一つ、やっぱ桜の季節というか春というか桜餅、道明寺を買おうかなと思って、たくさんある中から選んできました。それがこちらです。はい、こちら京都の和菓子店の鶴屋義信、1803年創業の老舗です。並んでる間にこうやって作ってるところが見えたので、すぐにレジに着いちゃいました。早速開けたいと思います。これまたケーキもあるんで、あんまり食べ過ぎちゃうといけないと思って、今逆さまになった。はい、1個買いました。みんな6個入りとか買ってるのにちょっと申し訳ないかな。でも残すのがもったいないから。はい、これです。なんか私の手が大きすぎてちっちゃく見えるんですけど、そんなちっちゃいわけじゃないです。ぜひ皆さんもこの季節、桜シリーズはたくさん食べてください。はい、というわけで今日はひな祭りの話と
ゲットした道明寺の話でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。モードAのオリジナル曲 Give Me ぜひ聴いてください。たくさんダウンロードしてください。ネットでモードAギブミって検索してもらえると iTunes とか Amazon とかいろいろ購入できるサイトが出てくると思うので、ぜひぜひたくさんの人に聞いてもらえたら嬉しいです。そしてぜひチャンネル登録、こっちかなこっちかな、よろしくお願いします。あ、こっちだ、よろしくお願いします。それでは本当に、本日もご視聴いただきありがとうございました。以上モードAののりでした。登録登録登録